リンネルチャンネル。薬味とか香りのあるものがすごい好きで、そういったものがこう料理に乗ってたり入ってたりすると、すごく好きなんですよね。すぐに作れるし、栽培できるし、まあ、見た目にもすごく可愛いので、私はもう春になるとハーブの苗を買って、育てながら食べて過ごしてますね。チキンのローズマリートマト煮込みは、ローズマリーの、ね、香りがすごくトマトと合って、結構煮込みなんですけれども、さっぱりしていて、もうトマトの味100%なので、夏の煮込みとしてすごく私はいいなと思っています。ただ、色もすごく赤で華やかですし、チキンを使うのでクリスマスもね、すごく重宝する、結構いろんなシーズンごとに楽しめるお料理ですね。ジェノベーゼなんですけれども、2年ぐらい前に近所にできたイタリアンがありまして、そこの、シェフがね、よく作っていたメニューなんですね。本当にもうフレッシュなバジルを今すりつぶして食べるんだと思って、すごい感動して、で味わってみたら、鮮烈なバジルの香りがして、あ、これが本来の味なんだと思って、もう開眼したんですよね。それから自分の独自の方法で、まあ、松の実をね、使うんですけれども、カシューナッツに変えたりして、自分なりにアレンジを加えて、摘んできたバジルをね、いっぱいすりつぶして、真夏は楽しんでいます。バジルが水分がついてない方がいいなと思うので、売ってるハーブ結構洗浄済みだったりするので、私はもうそれを茎を残して葉っぱだけ摘んで使っています。で、分量も合ってないようなものなので、結構その適当にやるんですけれども、新鮮なバジルを使って、もう新鮮なうちに食べきるっていうのがすごくいいなと思って、今までは大量のバジルの葉っぱをミキサーにかけて瓶に詰めて冷凍してましたけど、もうそういう方法をやりました。トマトは缶の場合ブレンダー、まあ、私はバーミックスというメーカーのものを使ってるんですけれども、それを使ってね、一滴もこぼすまいと思って、結構緊張感を持ってやるとなんか楽しいので潰してますけれども、ない場合はボウルにわーっと全部缶ごと入れて手で潰してください。トマトの潰し具合も滑らかな感じにしてもいいし、粗く手で潰しても美味しいと思います。
最近私の周りでお魚すごい食べたいねっていう話をよく聞いていて、まあちょっと自粛期間中とかもあったりして、あの外食がね、あの減ったことが結構影響してるのかなと思うんですけれども、あのお家で肉ばっかりになりがちなところにお魚が入るとね、すごくいいじゃないですか。でお魚コーナーにじゃあいざ行ってみると、あの脇に結構美味しそうなアラが売ってたりして、タイをさばいた時にとか、そのブリをさばいた時にたまたま売ってるっていう感じなので、まあ出会い物なんですよね。もう本当に洋風のシンプルなアラのスープを作るとすごくお魚の味がわかるし、見た目のボリュームがある反面食べてみるとすごくヘルシーで、あの満足感あるので、結構ダイエットにもいいなと思ったりして、あのアラのスープをね楽しんだりしています。でアラのスープっていうと結構そのすまし汁だったりとか、アラのお味噌汁だったりとか、和食のイメージが強いんですけれども、あのトマトとかパセリで、あの洋風にしてみるとまた違ったなんか顔が現れてくるのでおすすめです。アラのスープはあのまあアラについたお肉をね、あのほぐしながら箸を使ってもいいんですけれども、まあ、飲み干しますよね。でそれでもちょっとね、あのスープ余るんですよ、というかまあ余らせておく。そして細いパスタをあの手で折りまして、ポキポキとそれをあの必要な分数茹でて、そこに熱々のスープをあのかけて食べるととてもまた美味しくて、あの2回楽しむようにしています。サングリアはあのスペインの、 あのフルーツとかをね漬け込んだ、まあ、カクテルみたいな食中酒、食前酒、まあいろいろ楽しまれてるんですけれども、なんか赤ワインで作る、ね、イメージが多いと思うんですけれども、あの白いサングリアもねすごくおすすめで、数年前にバナナを入れるレシピをね知りまして、そのバナナを入れたサングリアを飲んだらすごい味がまとまっていて、フルーティーでコクがあって美味しかったので、それから私はあの赤にも白にもサングリアにはバナナを入れて楽しんでいます。サングリアに入れるハーブなんですけれども、あのミントはね入れた方がいいと思います。でミントの種類は別にあのこだわらないんですけど、今日はスペアミントを入れていて、あとローズマリーとかレモングラスとかレモンバームとか、なんか数種類合わせると複雑な味がして、美味しいです。ミントはあの一番お茶にねすることが多いんですけども、お茶の中でも結構バリエーションがあって、いわゆる緑茶と一緒にあのミントをね葉っぱをいっぱい入れて出すとモロッコ風のミントティーになります。で現地ではあのお砂糖を加えて甘く飲んでるんですけど、これがすごくね美味しかったりします。夏になるとあの青じそみたいな薬味をねいっぱい使いたくなりますよね。あの和のハーブの代表といったら青じそとかみょうがとかねいっぱい食べたくなりますけれども、洋風のハーブもね結構いろいろとあって、まあ、バジルも真夏にすごく元気だし、あとミントとかローズマリーとかもねすごく清涼感があって美味しいですね。で料理だけじゃなくてデザートとかドリンクにも使えるのがねいいと思います。あの最近スーパーとかでもハーブコーナーすごい増えたんですよね。前は売ってなかったハーブとかもいっぱい売ってるようになっていて、あのミントだけでもあの違った種類が売っていたりもすることがあったりとか、あの結構バリエーションも増えているし、あの
少量でね買いやすくなってますので、そういったあのハーブをね活用していただいてもいいと思うので、ぜひあの夏にいっぱいハーブ料理を楽しんでみてください。